今日はセブンイレブンに置かれ始めたペットボトル回収機を使ってみました。この回収機、ここにタッチしてもらうと反応して7個カードですね、持ってたらここにかざすと認証してくれるみたいです。で、回収機にペットボトル、ラベルと中身は必ずなくしている状態で入れてほしいとのことです。で、5本入れるごとに7個ポイント、1ポイント貯まるということで、最大1日50本回収できるみたいです。これが環境問題改善につながるかどうかはちょっとわからないところですけども、よろしければ使ってみてはいかがでしょうか。で、回収ボックスがいっぱいになるとこのような画面が出るみたいです。